突然ですが、こんにちは。ラインナップレーシング、トゥーベルトとステッカー、ワクワクアイテムのご紹介です。トゥーベルトですね。トゥーステッカー。赤色を選びました。とりあえず、つけてみることに、旅に出ました。アマゾンのフックボルトを利用しようと思います。このボルトを利用しようと思います。とりあえず外装、飾りで取り付け、普段はつけません。蓋の穴をうまく利用したいなと思います。カスタマイズ楽しむ。強度はとりあえず置いといて飾りますよ。このボルト使えるかなとね、ちょっと短い、これぐらい短い、多分20ミリぐらい前に出せばええ感じちゃうかなと。格好だけはいけることあると思いますよ。ということでぐる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 ですね、まあ、蓋にも穴開いてるんでね、ここを利用したいなと思います。蓋をつけながらうまいことつけたいなと。少し飛び出してですね、赤色を選びました。 36GP ウエストにつけていこう。走るときはこれつけたいなって思ってますよ。どないつけようか悩み中です。まあお家にあるナットやらなんか探しましたけどね、まあこの丸いフックのやつで止めたらね、もうダブルでおかしいしなーなんかって思いながらね考えてますよ。こうなんかね、こうごちゃ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 やってますけど、もうちょっと2センチあの太い方のとこが長かったらなーってちょっと思ってたりなんかしてるんですね。だからその分ね、なんかちょっと間にかましてね、前に出してこようと思うんですけど、それじゃあね、ちょっと強度はちょっとあれ、ちゃんと刺さってないからあかんのちゃおうかなと思いますけど、まあ悩んでてもしゃあないなって思いながらですね、なんかこうやってごちゃ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 寝転びながらやってますけどね、こんなイメージやねんけどな、みたいな感じですわ。くるくるくるですわ。とりあえずね、とりあえずつけてみましたよ、これ。とりあえず一回刺してみましたね。どんだけ入るんかな、思ってね。ボールとこれほら、こんだけ、もう、締めすぎたらもう、15ミリぐらいしか出ないですよ、これ多分ね。蓋してもね。ちょっとナットのかけしろ、そのプレートもついてるんでね。これね、こうやって蓋したらもうちょっとしか出ないんでね。だからこれぐらい出したいな、思って、ちょっとこれ緩めながら前出してね。まあ、だいたい、で、これなんかゴムのね、なんかこんなんあったからね、お家であったんですよ、これ。で、こんなんしたらね、なんかええんちゃうかな、思ってやったんですけどね。これ強度は関係ないですよ。つけた時にね、ちょっと前に浮かしてね。で、しかも蓋を閉めても蓋は潰れないような感じでね。今回はね、ちょっとこれイメージでつけてますよ。パッとね、サーキットいた時につけれるようにね、このボルトをなんとかしたいなと。思ってますんで、またホームセンター行ってね、ちょっとこう、ええ感じの長さの、まあ、ナットかな、ナット入れて、これなんかゴムみたいなかましてね、これ前へ出るようにしたんですよ。とりあえずですよ。だから、灰白が少ないんですね、今回ね、これね。うん、だからそういう風にしてます。まあ、とりあえずですけどね、まあ、イメージを作りたかったんでね、取り付けの。とりあえずこうやって締めながらですね、出てる感じをイメージしながらですね、まあこれぐらいやなと。ほらこんな感じでね、ちょうどいい穴のところにね、この当たりが出てくるんでね。でもうちょっと前にね、プラーンとした方がね、あの当たらへんのちゃうかな思って、こんなゴムがねお家にあったんですよね、なんかようわかんないやつがね。でこれをこう入れてですね、ナット締めたら、まあまあどうやろこれ。まあ、ナットもね、ちょっとワッシャーとか入れてないからね、なんとも言えないんですけど、こんな感じで緩まんようにもスプリングワッシャー入れたり何やした方がええんかなとかね、いろいろ思いましたけどね。まあこんな感じで、どうでしょうかね。まあでもちょうどいい浮き具合。ゴムなんでね、相手がね、もうギュ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 入れたら入っていくんですよね。限界までは潰しましたけど、まあ、引っ張ってみましたけどね。あ、意外とこれ、引っ張れるんちゃうかなって今思いましたね。今度車ね、あのサイド下ろして引っ張ってみようかな思いますけどね。
なんかこれ引っ張り強度は3トンぐらいある商品みたいですね。だからうまいことね、しっかりとボルト止めたいとね、意味がないんで、まあ、今回はこれ飾りです。んでとりあえずつけてみてイメージしてね、こんな感じかなと思ってつけました。はい、まあ、これねベルトなんでね、あんまり、外にずっとつけっぱにするとね、色変わりもするとかね、ありますんでね、あんまりそういうのが嫌な方もね、あれなんで、私はもうとりあえずですね、サーキットとかねイベントある時にはつけていきたいなとは思っておりますけれども、とりあえずイメージですね、こんな感じ。矢印のステッカーと一応これも貼ってみましたけどね。でこれ後ろのやつもこれ矢印ね、下にありますよって。後ろのやつはねちょっと買わなかったんですけどね、今回はね。はい、ということで今回はですね、まあ、ラインナップレーシングさんの新商品ですね、トーベルトとトーステッカーですね、フロントとリア用が売ってるみたいですよ。昨日かなんかから発売みたいですよ。はい、ということでワクワクアイテムのご紹介、ワクワクワックスレーシング、よければグッドボタン、よければはいチャンネル登録をよろしく。